いいですか。はい、皆さんこんばんは。札幌サウンドストリーム TV 第39回目の放送がスタートいたしました。大変お待たせいたしました。今日はちょっと準備に手間取ったこともありまして、お時間30分ほど押しておりますけれども、なんとか無事にスタートすることができました。今日も90分ほどご一緒していただければと思います。私は MC を担当しております森理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは番組のご紹介とスタジオのご案内です。この番組札幌サウンドストリーム TV は、美容室 R628、 音楽教室メリフラウズサウンド、花とカラーのアトリエフローレアールの共同制作です。また番組内で使用している楽曲はすべてメリフラウズサウンド制作のオリジナルです。北海道から癒しをお届けする音楽とビューティーがテーマの番組、ごゆっくりとお楽しみください。 Twitter や Facebook からのソーシャルストリームでの投稿もお待ちしています。続いてこちらのスタジオ、札幌サウンドのご紹介です。札幌の西側、緑豊かな丸山にある美容室に併設されたユーストリーム対応のスタジオです。スタジオは1階に白いグランドピアノが置かれており、吹き抜けが開放的なイベントスペースとなっています。また2階はイベントスペースのほか、レンタルスペースとしても開放しており、個人の小規模な配信を行うことができます。ユーストリームに必要な機材はすべて揃っていますので、どなたでも気軽に配信することが可能です。詳しくは札幌サウンドのホームページをご覧ください。はい、それではここからは私フローラルカラーセラピスト森理恵のコーナー、リエズガーデンになります。毎回ですね、お花のアレンジをお届けしたり、お花とカラーの癒しのお話などをお届けするコーナーとなっております。だんだん札幌も暑くなってきました。今もだいたい23、4度ある感じになってますけれども、今日はちょっと暑くなってきたこともありますので、お花をちょっとお休みしまして、私の、ちょっとしたニュースをお届けしたいと思って、こちらを持ってきました。はい、これ小さなフォトブックになっていますけれども、タイトルがフローラルカラーセラピー花と色の気づきということで、私が自分で撮ったお花の写真、それに色の意味、そしてお花のエピソードなどを一つ一つ添えて、本の形にしたということに、はい、なっております。まあ、じゃあせっかくなのでちょっと中を見ていきたいと思います。はい、私はフローラルカラーセラピストでもありますので、普段お花と色 の意味についてお伝えしたり、カウンセリングやセッションなどを行っていたりもするんですが、自分でお花をね、綺麗に撮ってあげたいっていう思いから、お花の写真を撮るようになってもう10年ぐらい経ちます。で、今年2014年は、私にとってちょっとした節目の年で、お花をお仕事にしてから今年で20年、
それからカラーの仕事をするようになってから10年の、アニバーサリーということになります。それを記念してこんな形にしてみました。本当に小さくってこう手のひらサイズで、まあ、厚さもページがね、16ページほどの小さなフォトブックなんですけれども、私は小さな本、そして薄い本でも、思いは大きく心は熱くというふうに思って作り上げた小さな本です。でこの本の特徴なんですけれども、ページをめくると写真が出てきます。でこの写真をまず見ていただいて、で自分の心に浮かんでくる思いっていうものをぜひ感じていただきたいなというふうに思っています。で見ていて、例えば、お花が可愛いなだったり、この色合いがいいなとか、あと、お花の形がハートに見えたりとか、人の顔に見えたりとか、いろんなふうに見えてくると思うんですね。そこで感じた自分の気持ちを大切にしていただいて、でなんとなく自分の心の答えが出たら、次にページをめくっていきます。はい、そうすると、例えばここにレッドって書いてますね。今ここ大切にしていますか、ということで質問がありますので、じゃあさらに自分の心に、聞いてみてください。うん、今自分自身すごく大事にできてるなって思ったら OK ですよね。さらにそれをもっとプラスに働かせていけばいいということになります。もし今自分自身を大切にできてないなっていうふうに感じた方は、自分の心と体がどうすれば喜ぶのか、自分を大切にするということにフォーカスをしていくということに役立てていただける、そのように思っています。なので、たくさんの色とお花がありますので、こういうパラパラめくっていって、その時その時心と体の状態によって気になる色や気になるお花って変わってくると思うんですね。なのでその日の気分で選んでいただいて、そしてあ、これかなって思ったら後ろの答えをちょっと読んでみてください。でこれは自分の気持ちが一番正しいですね。ここに違うことがもし書いてあってもどっちも正しい、ね、答えはたくさんあってもいいということを教えてくれるツールになったらいいなというふうに思っています。はい、私自身の思いも書いてあります。そして何より写真、お花に込めた思いで、自分で撮った写真なので、はい、とっても自分なりに、まあ、満足しているというか、これが人の心に、癒しと気づきをお届けするお手伝いになったらいいなっていうふうに思っています。はい、一応数作ってありますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、フロレアールのサイトから、メッセージ、それからメールをいただければ、詳細を送らせていただきますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、今日のリエズガーデンは、7月7日に、作り上げました。はい、こちらの小さなフォトブックのご紹介でした。はい、番組からは CM になります。
続きましてはビューティー北海道ナウのコーナーになります。北海道の女性起業家をお迎えして、その方の素敵な生き方、ライフスタイルなどについてお伺いしていくコーナーとなっています。今日もとても美しい素敵なゲストをお迎えしております。社団法人日本適正力学協会ウェルスダイナミクスプラクティショナー中井真理子さんです。真理子さん、どうぞお入りください。こんばんは。はい、お待たせしましたという感じですね。 ありがとうございます。はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました。ただいまご紹介に入ってます。ただいまご紹介に預かりました中井真理子と申します。ウェルスダイナミクスというプロファイルの北海道第一期生のプラクティショナーをしております。今お聞きになられまして、ウェルスダイナミクスって何かなと思われた方いらっしゃると思いますが、直訳しますと富の力学という言葉になります。で、このウェルスダイナミクスというのはですね、プロファイルテストというのをまず受けていただいて、あなたの強みと弱みが何なのかというのをまず分析するんですね。で、さらにその強みを価値にして生かして、自己実現をさせるという、そのツールがウェルスダイナミクスというものであって、私のプラクティショナーという仕事はそれをお手伝いする、導いて差し上げるという仕事になっております。はい、ありがとうございます。今触りの部分をご説明いただいたんですけれども、はい、まず真理子さんが、はい、このウェルスダイナミクスを始めようと思ったきっかけについてお聞きしていいでしょうか。はい、ですね、一昨年になりますね、私フェイスブックの方を始めさせていただいて、その時にですね、たくさんお知り合いの方ができたんですけれども、ほとんどの方がですね、ご自分のなさりたいこと、好きなこと、やりたいことをお仕事にされている方が非常に多かったんですよね。はい、で、それを私間近に見ることができて、やっぱりこれからまだ先ある人生、自分のやりたいことを仕事にしていきたいなっていう思いがすごく強くなって、はい、そんな時ですね、ちょっとウェルスダイナミクスというものがあるということを知って、はい、そちらの勉強をしたというのが初めですね。そうですか。はい、じゃあウェルスダイナミクスっていうのをちょっとこう詳しく説明をしていただきたいと思うんですけれども、はい、この写真を出した方が分かりやすいですか。そうですね、はい、はい、それでは写真をお願いいたします。はい、そうですか。はい、真理子さんは自分自身がこのウェルスダイナミクスっていうのをお勉強されて、はい、一番変わった点っていうのはどういう部分ですか。そうですね、もともと私まずですね、このウェルスダイナミクスの中では、はい、スターというプロファイルになるんですけれども、はい、プロファイルって8個に分けられるんですが、その中 の、 スタープロファイルなんですね。はい、でスタープロファイルってお聞きになって分かるように、はい、自分っていうのをこう前面に出していくことによって、はい、自分を表現することによって、まあ、先ほども言いましたけれども富作り、まあ、自分にとっての価値あるものを発信するっていうプロファイルになるんですけれども、はい、もともと人前に立ったりお話をしたりということは好きだったんですが、うん、それがやっぱり私にとっては本当に一番、うん、フローなことなんだということが分かったんですね。はい、で、フローって何って思われると思うんですけど、うん、はい、これ心理学用語なんですけれども、例えばですね、私は本を読むことがすごく好きなんですね。はい、で、本を読んでると時間を忘れてすごく没頭するんですよね。はい、で気がついたら、もうこんなに時間経っちゃってたわと思って、うん、はい、とても楽しかったなと思うんですけれども、はい、本が好きじゃない人にとっては苦痛の何物でもないんですよね。うん、そうですよね。多分リエさんもお花をされてる時間とか、はい、カラーに携わってる時間すごくフローだと思うんですけど、はい、そういうふうに好きなことをやることによってさらにどんどんその成果が高まっていくっていうことをフローって言うんですよね。素敵ですよね。素敵ですよね。はい、そうですか。写真の用意ができたみたいなので、はい、それを見ながらさらにご説明をいただきたいんですけれども、はい、すごくなんかカラフルで綺麗な表ですが、そうですね、四角いこう
はい、一覧の中に、はい、いろんな方の顔写真が載ってるように見えるんですけれども、そうですね、これちょっと分かりやすいように、はい、皆さんよくご存知の方をアレンジしてるんですけれども、はい、あの四角形がですね、はい、ウェルスダイナミクススクエアと言いまして、はい、先ほども申し上げたように、はい、8つのプロファイルにがあのように分類されてるんですね、はい、でそれぞれの、はい、プロファイルに属している有名人の方をちょっと写真載せてみました。なるほど、人をこう8つに分類していくっていうことなんですね。そうですね、それでそれがこう8パターンに、はい、この人はこのタイプっていうふうにあてがってあるのがこの図なんですね。そうですね、はい。ああ、スターのところにいるのはあれマイケル・ジャクソンですね。そうです、まさしく生粋なスターですね。ああ、そうですかあとはそのお隣にいらっしゃるのは、そうですね、例えば有名なところですと、はい、サポーターの松岡修造さん、はい、サポーターって書いてるところに拡大っていうふうに書いてると思うんですけど、夏のエネルギーなんですよね。で、松岡修造さんご覧になっていただいたら分かると思うんですけど、はい、非常に熱いですよね。熱いですねみんな一緒するんだみたいな感じでこう、はい、ぐいぐいチームを引っ張っていくエネルギーにあふれてる方なんですけれども、うん、はい、方はサポーターといってチームを率いて、はい、富を築いていくっていうタイプの方なんですよね。なるほど、はい、あとはそうです、非常にそうですね、今 のプロファイルで分かりやすいのが、うん、スターのところに先ほど長嶋さんいらっしゃったと思うんですけれども、はい、この方スターですよね、はい、で反対側 のアキュムレーターと書いてあるところに、対角線上のところにイチローがいると思うんですけれども、はい、イチローも、長嶋さんもどちらもスターですよね。そうですね、何が違うのかなっていうと、はい、それぞれ の強みを生かしている部分が違うんですね、はい、例えば長嶋さんの場合、例えばどういうふうに打ったら、うん、たくさんホームランで打てるんでしょうかねって聞くと、まずボールが来たら、まっすぐボール見てポンって言ってカンって言ったらビューって飛んでくんだみたいな全てそういう名言ですよね。そういった感じの言葉で表現する方なんですけれども、はい、片谷一郎ってどういうようなスターかなっていうと、うん、この方かなりコツ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 練習をされて、はい、毎日奥様の作られたカレーを食べて、練習はこういう高校こういうものを何時から何時までして、はい、っていうふうにすごくコツコツ規則正しく、うん、行っていく、それを自分でコツコツやってたことを財産にして、はい、成績残してるって方なので、全く違うってことをお分かりになります。で、分かります。例えばその一郎のような方が、はい、長嶋さんのようなスターになりたいと思って、うん、そのように努力をしていっても、はい、結局強みが違うので、かなり遠回りするんですよね。で、遠回りをした挙句、長嶋さんのようになれたらいいんですけれども、そうならない。どうして自分はできないんだろう、自分でダメなんだって思ってしまうと思うんですけど、そうじゃないですよね。自分は自分の強みがあるので、それをもっと磨いていくことに特化できるようになるためには、やっぱりこのプロファイルテストっていうのを受けて、自分のプロファイルが何なのかということを知ることがとっても大事だと思います。そうですか。もしそのプロファイルテストを受けようと思った時には、はいはい、マリコさんにこうセッションをしてもらったりとかっていうことになりますか。そうですね、はい、はい、写真お願いします。うん、はい、これ何かiPad か何かで見せながら今の感じで説明をしている。そうですね、セッション風景なんですけれども、はい、まずプロファイルテストというものを受けていただいて、はい、あなたのプロファイルはこれですよってことが決まりましたら、はい、今度はそれについて具体的にご説明差し上げて、うん、例えばスタープロファイルって私申し上げましたけど、はい、スターのプロファイルでもその人その人によって中身って違っていくんですよね。なるほど、そうですか。だからあなたにとって強みはこうですよ、うん、弱みはこうですよというのは人によって若干違ってきますので、はい、そちらのことをもっと細かく分析できるのがプラクティショナーって仕事になってますね。なるほど、そうですか。面白いですね。そうですよね、はい、これは何かグラフになってますけれども。そうですね、これ私のプロファイルテストの結果なんですけれども。これはマリコさんの結果なんですね、はい、ウェルスダイナミクス のプロファイルテストっていうのを受けていただくと、このようにグラフ化されるんですよね、はい、で、あなたのプロファイルはこれですっていうのができる、うん、出てくるんですけれども、これにはちょっと載ってないんですが、それぞれ
先ほどもお見せしましたけれども、はい、あの夏のエネルギーとか冬のエネルギーとかあってそれぞれのパーセンテージっていうのが出てくるんですよ。細かく出るんですね。出るんですね。されるんですね、はい、でそれをあのより詳しく説明できるんですけれども、それにはやっぱりこのテストを受けないと、はい、より詳しくっていうのは説明できないんですよね。そうですか。もうスター性バッチリっていうかスターのとこだけ突出してますよね。そうですね。いやでもやっぱ本当に見るからにキラキラしてて、うん、なんかもうスターって聞いたらあそうだよねって、うん、そんな感じがします。ありがとうございます、はい、でさっきの、まあ、長嶋さんと一郎が違うタイプっていうのも、はい、なんか分かる気がします。そうですね、はい、はい、ですか。なんか楽しそうというか、でもねあの自分自身を知るって一番大事ですよね。そうですね、うん、意外と自分のこと分かってないっていう方もいらっしゃると思うので。そうですね、やっぱりあのもともとですね、はい、日本人の場合特にそうなんですけれども、あの例えば小学校時代ね、はい、国語が得意な人がいたら、はい、算数あまり得意じゃないので、じゃあ算数の勉強もっとしましょうって、うん、あのどちらかというと不得意な方の勉強とかさせられませんでした、うん、そうですね、うん、苦手克服みたいなね。そうですね、 で、うん、あのできればオール5になるようにっていうふうに、うん、あの仕向けていくのが日本という国だと思うんですけれども、はい、例えばアメリカとかですとまた全然違って、あの絵を描くのが得意なんですよねっていうお子さんがいたら、うん、じゃあいかにその絵をもっともっと上手に描けるようにするにはどうしたらいいのか、はい、本を読むのが好きって先ほど言いましたけど、本を読むのが好きだったら、うん、じゃああの本どういうふうにたくさん読んでどうやって感想って書いたらいいのとかって、その得意な方をですねもっと特化するように、はい、あのする教育になってるんですよね。なるほどですね。でですからあのプロファイルテストを、うん、あの先ほど受けていただくって言いましたけれども、はい、おそらくあの日本の方は自分というものを分かってらっしゃらない方というのは結構多いと思って、例えばその昔からこうじゃなくちゃいけないんだよって親に言われて、あじゃあ私はそういうふうにしていかなくちゃいけないんだなと思って、はい、全然自分の強みと違うように生きてらっしゃる方とかもたくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、そうですか。なのでもっと自分の強みを生かしてやってっていいんだよっていうことを、私はやっぱちょっとメッセージとして伝えたいかなと思いますね。なるほどですね。まあ、今あのアメリカとか、はい、まあ、欧米と日本との違いっていうことをお伝えいただいたんですが、あのそもそもこのウェルスダイナミクスっていうのは日本のものではないんですか。はい、ではないですね。あの、ギリス人のですねロジャー・ハミルトンという方が考案した、はい、あのプロファイルなんですけれども、はい、それが日本にですね2006年頃にあの牛木たまみさんという女性の方が持ってこられて、はい、日本の方に広まってきたということになっておりますけれども、あのまあ、まだ、まあ、歴史短くはないんですけれども、あのすごく浸透しているのかなって言ったら、まだそうではないと思うんですね。あの、ウェルスダイナミクスのプラクティショナーなんですって言ったら早口言葉のように思われたりするのって3回言ってみてみたいなですよね。でしかも私あの先ほども申し上げましたけど北海道第1期生なので、特にあの北海道、札幌の方はまだちょっと馴染みが少ないのかなとちょっと思っていますので、あのこういう機会を与えていただいて、ウェルスダイナミクスっていうのはあるんだなって、あ自分を知るためのツールなんだなって思っていただけたら嬉しいかなと思っています。そうですか。じゃあマリコさんに連絡をしようと思ったら、はい、Facebook であのコンタクトを取るような形でよろしいですか。そうですね、あのメッセージをいただけたら、はい、あのもし個人的にですね、はい、セッションを受けたいとか、はい、あの自分のことをもっと知りたいという方がいらっしゃったら、ぜひご連絡いただければと思います。はい、近日中にね、あの Facebook ページも出来上がるみたいですし、なんか楽しみに待ってたいと思いますが、ありがとうございます。はい、それから、近々何かセミナーがあると伺ってたんですが。そうですね、はい、ご紹介ください。はい、来週にもなってるんですけれども、7月27日日曜日なんですが、あの夢プレ2014年夢プレというあのセミナーになっております。こちらにも書いてますけれども、17分で大人が語る本気の夢発表会ということになってます。はい、であの17分って何って思われた方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと聞くと中途半端な数字に、ね、そうですよね、思いますが、
テッドってご存知ですか？あのスーパープレゼンテーションというあのプレゼンの番組があるんですけれども、はい、そちらの方でお話一人がする時間って17分間って言われてるんですね、はい、でこの17分間で、はい、あの起承転結をつけて、はい、あの内容を人に伝えられたら、うん、プレゼンって何時間でもできるって言われてるんですよ、はい、なのでまずはこの17分間で自分の言いたいことを伝える練習をしましょう、でどん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 みんながあの自分のやりたいことを発表できるようになっていきましょうというのがこの夢プレというセミナーになっております。そうなんですね、はい、でこの中で私そうですね、ブレスダイナミクスについてお話ししようと思ってます。そうですか、はい、お日にちはいつですか？7月27日の日曜日ですね、はい、で2時からなっておりますが私の番があの3番目になってますので、はい、大体2時半過ぎぐらいなのかなと思っています。そうですか、はい、これは事前にあのチケットとかが必要ですか？そうですね、あの申し込み、はい、あ後ほど出していただけるのかしら、うん、ここであの出ると思います。あ、そうです、はい、そちらの方にあの、はい、申し込んでいただきましたら、はい、あのチケット買えますので、はい、ぜひお越しいただければなと思います。わ、はい、かりました、今月の27日日曜日の14時からですかね。はい、場所はあの、宮の沢にありますチエリアというところの場所でしますので、はい、まあ、地下鉄からも便利いいかなと思いますので直通ですよ ね、 そうですね、ぜひお気軽にいらしていただければなと思っています。ちなみにこの時はマリコさんはどんな感じのおしゃべりをされるんですか？そうですね、まあ今と大体同じと言いますか、ウェルスダイナミクスって何なのかということと、うん、はい、ウェルスダイナミクスを知ることによってどのようになれるのかということを話していきたいなと思っています。なるほど、はい、そうですか、なんか楽しみですね。そうですね、こうやってあのどんどん札幌でもウェルスダイナミクスが広がっていって、はい、あのそれぞれが本当に自分らしく、うん、あの生きていける世界になれればいいなっていうのをすごく思ってます。ですね、そうですか。あのつかのことを伺うんですけれども、もともとマリコさんは、はい、あの子供の頃って何になりたいとかって夢はあったんですか？そうですね、何になりたいというか、あの、はい、とにかく子供の時から、うん、いかにして目立つのかってことを考えてましたね。そうなんですね。はい、だから何か発表するとかがあったら必ず立候補してましたし、はい、今でも覚えてるのがあの小学校5、6年だったと思うんですけど、はい、あの放送委員会っていうのがあって、その放送委員長っていうのを決めることになったんですね、はい、で私どうしても放送委員長になりたくて、あの周りの人にネゴシエーションというかもう私に一票入れてね私やりたいのって言ったのをすごく覚えてます。すごいですね。でその写真があの娘も同じ小学校行ったんですけど、あのもう何十年経っても飾られていたことにすごくまたさらに嬉しくなります。歴代というかもう10年経ってもそうね、なんかアーカイブみたいなコーナーに飾られていて、それがまたのストアプロファイルをくすぐるんですよね。なるほどですね、見てこれママなのよみたいな感じですよね。なるほど、そうなんだ、はい、ということはあれですか、普段のこう日常生活の中で例えば人にこう会った時に、あこの人のプロファイルはこんな感じとかっていうのはやっぱりすぐ分かっちゃうんですか？そうですね、あの心の中で分析してます。キャー怖いドキドキでもそれこそ強みですよね、人とこう交流したりとかコミュニケーションするときに事前にそういうのが分かっていたら、なんかこうアプローチの仕方も変わってくるというか、だからお話が素敵なんですね。どうでしょう。いえ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 そういうことだったんですね。そうか、でも目立ちたいと思っていた、今はもうこう納得できる感じでこう目立って、そうですね、であの私自分がそうだったので、はい、周りのみんなもそうだと実はずっと思ってたんですね。いや違うと思いますよ。ですよね、私はいかに目立たないように生きようかって思ってずっと来てたので。ですよね、でも私は自分がそうなので、はい、みんなもそうなんだわ、まあ、競争相手多いって思っててそうですよねでいたんですけど、あのまあまあ大人にもなってそういう人ばかりじゃないってことも分かったんですけど、あのさらにこのプロファイルってものを知ってですね、あの別に今スターって聞いたら、うん、スターって思われたかもしれないんですけど、はい、スターだから特別すごくいいってわけではなくて、うん、あのそれぞれのプロファイルでそれぞれ の、はい、あの良さっていうのがあるんですよね、なので、うん、あの自分はどれになるのかっていうのをきちんと分かって、
て、はい、そこにやっぱりフォーカスして行かれたら、みんなどんな方でも輝けるんですよね。そっか、その人その人の輝きっていうことですよね。まあ、私みたいに考えてみたら、世の中前に出てくることがね、好きな人ばっかりだったら世の中成り立ちませんので面白いあのそれぞれのやっぱり良さを生かしてっていうのを、はい、あのしていただくためにも、やっぱりこのプロファイルって必要なんじゃないかなってすごく思いますね。なんか見てみたいなっていう感じになってきますね。そうですか、はい、あれですか、あの8つのプロファイルがあるよっていうお話だったんですが、はい、例えばこう日本人はこのタイプが多いんだよねとか、一番多いのはこれで、少ないのはこれよっていうのはあるんですか。そうですね、あの私先ほどのスタープロファイルって言いましたけど、はい、右上の方のプロファイルになるんですけれども、あのどちらかというとあの、はい、上下で分かれていて、はい、上はあの直感的って言われてるんですね。下の方のプロファイルになると互換的っていうふうに言われてます。はい、まあ、互換的というのは実際体験したものじゃないと信じないよっていうタイプの人ですよね。はい、で、はい、現実主義ということですね。そうですね、そうですね。はい、で真ん中から、うん、あの右側の方っていうのは人思考って言われてて、はい、あの人に対して、あのまあ、価値を見出す人たちで、はい、反対側の左側っていうのは、あのお金とか仕組みとか、そういったものに価値を見出す人なんで、こうすごくあの例えばセミナーとかしててもすごく面白いんですけど、はい、私が何かこう話すじゃないですか、はい、そうするとあの、まあ、上の方の人もしくは右の方の人たちは、うん、今のリエさんみたいにうなずいてくれるんですよね。あ、もうバレてるんだすごくうなずいてくれるので、はい、もう私もすごく楽しくなるんですけど、まあ、反対側の左側、特に下の方の人っていうのは、うん、聞けば聞くほどお地蔵さんのように固まってくるんですよね、で固まってるので、なんか面白くないことあったのかしら、つまらないのかしらと思うと、そうではなくて、はい、あのそうだなと思えば思うほど、中に入っていくんですよね。だからやっぱりこの表現の仕方が違う。で、先ほどあの日本人でどうなんですかって聞かれましたけど、日本の方はどちらかというと左下の先ほど言ったあのイチローとかのアキュムレーター、コツ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 努力するっていうタイプの人が非常に多いです。日本の国民性ってなんとなくこうコツコツ努力型っていうか、まあ古き良き日本かもしれませんけど、で逆に反対側のスタープロファイルの方っていうのはやっぱりアメリカの方とかはあちらになるんですよね。そうなんですね。国民性があの出てると思います。そうですか、ますます面白いですねソーシャルストリームにメッセージをいただいているので、あ、和江さんこんばんは間に合った、素敵なお二人、美人さん見ているだけで癒されます。いやー何でしょうスターですからそういうこと言われると余計こう嬉しくなっちまうんですね。そうなんですねなんかあの素直で可愛らしい方ですよね。そうですね、あの、私思うんですけど、あの、まあ、褒めていただいて日本の方ってすごい謙遜するんですよね、いやいやいやとかね、あの、お綺麗ですねとか、あの、すごいですねとか言って、いやもうとんでもありません私なんかっていうと、言う方すごく多いじゃないですか、でも褒められた時って素直にありがとうございますっていうことで受け止めるっていうのすごく大事だと思います。私もそっち賛成です。ですよね、はい、いやなんかこう本当にいいなって思って褒めて差し上げたのに、いやそんなことないですって言われたら、あ、なんか本当にいいと思って私の気持ちが怒っちゃうのみたいなところもあってね、だからなんかこう受け取るっていうのも一つのコミュニケーションだと思うの で、 そうですよね、で受け取りっぱなしじゃなくて、ありがとうございますってこう返し、感謝の気持ちで返すってすごい素敵だと思うので、私はマリコさんの意見に賛成です。賛成です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そろそろだいぶあの時間になってきましたけれども、はい、何かあのメッセージとか、あとあのユーストリーム等で残りますので、はい、よければカメラの方にメッセージお願いします。ありがとうございます。はい、ですね、このようにですね、まあ、テレビといいますか、あの動画といいますか、映像に撮っていただいたの本当に初めてなので、後から見たら多分顔から火が出るぐらい恥ずかしいのかなと思いますけれども、いや美しいです、大丈夫ですあのぜひですね、あの皆さんそれぞれ
輝ける場所、あの輝ける、ところというか、あのものがあると思うんですね。でそれにはやっぱり自分は何なのかなっていうのを知ることが、あの先ほどから申し上げてますけど、一番大事なのかなと思います。なのでぜひですね、あのこのプロファイルテストを受けていただいて、あ、私ってこういう人なんだなってことを分かってですね、もっと自分の、あの得意なことに自信を持っていただいて、輝ける毎日を送っていただけたらなっていうのが私の一番の願いなので、あのぜひですね、ちょっと興味を持ってやってみたいなと思われた方、あのこちらでもいいですし、私のあの Facebook のページの方でも構いませんので、ぜひご連絡いただければなと思っております。あ、ぜひ27日 の、 あのセミナーもお越しいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、今日のゲストは社団法人日本適正力学協会のウェルスダイナミクスプラクティショナー中井真理子さんでした。真理子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、番組からは CM です。
はい、ビューティーコーナーの時間になりました。今日は初めて3人並んで番組を進めるんですけども、はい、まずはい、ちょっと待ってください。サイモン君紹介したかったんですけど、はい、また今日も派手なメガネしてますね。それどこで買ってくんですか？これね、ドンキホーテ。あ、ドン普通だ。ドンキホーテで普通です。そうなの。後藤さん、はい、今日新しくゲストで、はい、前回お話しした、今日そう3人でやりたいねってことで、はい、今日サイモン君、はい、よろしくお願いします。サイモン君、よろしくお願いします。どうやって自己紹介したらいいです？あ、どうやって紹介したらいいですか？しなくていいんじゃないですか？あ、じゃあ してください。ということで、ちゃんとスタッフなんでしてください。そこ、あ、はい、山かしのスタッフ。はい、山かしのスタッフ。 R628 のスタッフじゃなくて、はい、そうですね、どっちかっていうと、はい、山かし、ね、あ、はい、山かし派で、よろしくお願いします。で、そのサイモン君を入れて、はい、今日も何、はい、マジックやるんですか？また今日ちょっといいですか？またマジック、マジックこれ恒例だな。恒例になってる。もうネタないんですよね。マジックの、マジックこれボールペンね。はいはいはい、ボールペンありますね。ちょっと、まあ、怖いな。貫通させます。ええ、うーっといいですか？いいんですか？いいんですか？貫通させますよ。ええおお、うわ、来た来た来た、すげえ貫通。これ何、店でもやってんの？これいや、これはもうここ限定です。限定、はい、これを取ります。いや、取れる、ええ、携帯こずってます。あ、それ何、貫通してないの？すごい、来たこれいいね。なんかそう、外してもなんか照れ隠しにいいね、このそう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 、外しても大丈夫。そっか、じゃあサイモン、これ、はい、おやるよ。引き継がれた。わかりました。そんな感じで今日のユースとビューティーコーナー始まるんですけれども、はい、一応私たち美容師ということで、はい、美容コーナーのお話をしていくんですけれども、はい、今日なんと、なんでこんないっぱいハサミ持ってきたんですか？はい、今日、今日僕使ってるハサミを、まあ、ちょっと紹介させていただけるってことでもうもろそのまま営業で使ってたのもそのまま持ってきたんで、髪の毛まだ入ってるんですけど、僕はね、皆さんに幸せになってほしいので、こう清めてるんですよ、パワーストーンで。っていうか、なんですか、このいかがわしい、このこれなん、石？そうですね、これヒマラヤ岩塩とか、まあ、石とかをこうちょっと入れて、それでこう、まあ、僕ね、開運カットっていうのもちょっとやってて。嘘んくさい。あ、本当やってる。開運カットやってます、本当に。はい、やっぱり、ね、ハッピーになってほしいんですよね、髪切ったことによって。はい、開運カットって普通のメニューとオプションちょっと料金が高かったりするんですか？そうなんですよね、オプション料金いただく開運カットでいるんだ。そうなんですよ、これ開運、ちゃんと開運、ちゃんと清めてね、浄化して、そう、一個ちょっと道具忘れちゃったんですけどね。そう、チーンとやって、音叉ってあってね、こう U の字の音叉っていうので、こう、ああ、第ね、うん、この3回ぐらい前の放送でやってたな。あ、多分長谷川さんなんか音叉知ってますよね。音叉こうチーンと、ギターのチューニングにやるやつね。はいはいはい、まあどうでもいいですけどね。こんなちゃんと仕事してるんですか？でもしてますよ、もうこれ。実はですね、僕、ハサミ屋さんもやっておりまして怪しいんですけど、あれ、ジャパネットの社長変わったって言いますけど、まさか、そうそうそう、新しい社長カットと占いができるハサミ屋さん僕ね怪しいでしょ。いや、面白い、ね、聞きたい聞きたい。いや、僕いろいろ紙芝居、まあ、これはね、中はね、いろいろまあこうハサミの紹介のまあ資料というか、営業を回る時の資料なんですが、ちょっとね、うちのハサミちょっと独特で、営業してんだ、オリジナルの形をちょっと作ってるんですよね。そう、なんかね、僕も今日ハサミ持ってきたんですけど、ガクさんどんなハサミ使ってます？僕ね、ナルトって言って、有名な高いブランドのハサミ使ってるんですですよね、めっちゃ高いじゃない。いやー、すごい、僕超高い、まあ、でも僕のハサミはどうだっていいんですけど、僕のハサミみたく、僕も前番組で放送したんですけど、
こうなんかね、僕ストレートなんですよ、ハサミ普通に、はいはい、あ、一応メガネタイプとかいろいろあるんですけれども、ハサミ自体がマスクじゃないですか、はい、でも後藤さんのハサミなんか曲がってたりするハサミ、そうそうそうなんですよ、それ何ですか、ちょっと曲がったりとか、うちのちょっとね今この商品は、このハサミでですねパーマが出せるっていう、このハサミで切るとパーマが出せるっていうので、ちょっとこれ今あの見せれないんです、実は今月からちょっと今発売しようと思ってるやつで、で一応告知してる状態で、ショッピングカードの方もモザイクかけちゃって見せてない状態なんですけど、まあ、切り方とハサミをこれ一応こう今月からちょっとやっていこうかなと思ってますね。 あと他のはまあこういうねバルタンって言って、バルタン星人って知ってます？わかります？バルタン星人知ってます、ウルトラマンの、うんうん、でこれ小バル大バルってい こう大きさがちょっと違うんですけどね、これすげえと思って、まあ、何が違うかっていうと、まあ、一応特許申請してるんですけど、こういうふうに先っちょがですね、ちょっとまあ独特の加工してあったりとか、まあ、歯の付け方よく分かんないと思うんですけど、歯の付け方とかをちょっとまあ特注でやってるような、このヘアリーっていううちの商品なんですよね、うん、これあれですか、閉じないんですよね。そうなんですよ、これがね、またね使い方と、うん、いろいろまあその辺がこうですよ、だってこれ普通、これ普通のあのね、真っ当な美容師のハサミですよね。真っ当じゃない美容師。そう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 。え、ガクさんでも当たりが違うわやっぱこれ。いいハサミが。うちのハサミ。まあそうですか。いいいい。これいいね。バルタン星人ね。お客さんの耳気になくて済みそうだもん。これはだけ開いてる。そうなんですよ。これ歯はね入ってないんで一応この先っちょはね。これサイモンくん、これ。はい。これオーナーこういうのやってて。はい。サイモンこれ使うの？僕も使います。使ってんだ。使います。はい、佐山くんもバリバリやってんだっけ、お客さん今。そうですね、まあ結構やってます、やらせていただきます。やって、切りづらくないの、このハサミで。いや最初やっぱりちょっと、まあ、抵抗あるというか、僕も普通に、まあ、言ってってよ、大型店で、まあ、普通にマニュアル通りの普通の一般の美容師が習うような、うん、まあ切り方を教えてもらって、まあ、普通のハサミでやってたので、うん、あ、いわゆる俺のみたいにね、まあ、そうですそうです、うんうんうん、それで一応カットカテゴリーも全部やってたんですけど、うん、でうちのハイヤマカシに来てそれで、まあ、このハサミを使って、まあ、後藤さんに、うん、そのこのハサミもいろいろ特殊、うん、それぞれ その使い方っていうのがあって、そのやっぱりノウハウを知らないと、やっぱりこのハサミを使ってもなかなかカットができないので、うん、それをちょっと教えてもらって練習して、うんうん、で今そのうちの早昔の切り方でお客さんをやらせてもらってます。はい、真面目な感じ、ね、いやでも本当に来た時、はい、まあ、普通にカットはやってたんですけど、結構すぐね、うん、スタイリストに、はい、だから、うん、お互い僕もあんまり教えなくていいし、うちのやり方だと、うん、ウィンウィンの関係で、うん、あんま教えなくてもいいし、僕も早く帰りたいんで教えなくていいし勝手に育ってくれるっていうね、それが、まあ、ウィンウィンの関係なんです、お互いにね、うんうん、向こうも早く成長してくれるっていうような、そうなんですよ。そうなんだ。でもこれ実際に、いや今度見せてくださいよ、これ切って、今日はない、見せれないですもんね、切ってる。あ、切ってるんですか。うん、あ、これでも切ってるのは、ハイヤマカシの YouTube の動画で、うん、あら、ガクさんうまいですね、そこに持ってくっていうのは素晴らしい。いやいいや、やめた。ちょっとやめないでください。ハイヤマカシの YouTube の動画で、はい、これで紹介してるんですよね。紹介してますよ。へえ。そう。YouTube で検索してくれれば、ハイヤマカシ、ね、ここに出てますからね。こう、出てない。ハイヤマカシ後藤やめて、YouTuber 後藤じゃダメなんですか。それ前から思ったんですけど。いやでもね、ハイヤマカシはやっぱりちょっと名前、YouTuber ごと YouTuber って言えるほどじゃないですもんね。まあ、ああそっか。そう、でもハイヤマカシなくなるじゃないですか。あ、なくなったら困るじゃないですか、うん、だってハイヤマカシっていう名前が。僕ね、ハイヤマカシなくなってもハイヤマカシ後藤でいますよ死ぬまでお葬式の時にハイヤマカシ後藤そっか、最終的に。それだったらやっぱりハイヤマカシ後藤か、うん、じゃあハイヤマカシサイモンで。そうですね、まあ、死んだ時は、まあね、そうなってますね、うん、そうか、そうなんですよ。でなんか、まあ、まだ告知ばっかりでちょっといやらしい感じかもしれないですけど、うん、そうだそうだ、告知写真があったんだ、ね、あります。うん、お、そういう、そういうことね。ちょっとどうしよう、あ、ちょっとそう、まあ、まあね、生放送ですからね、そうだ、まあ、いろいろと、うん、告知写真
どっち流れる？なんかね、2枚あるうちの。あります？告知3枚入ってたでしょ。告知写真どっちだろう。あ、そうですね、スクールと、はい、はい、スクール。それスクール、今流れてるのスクールって何ですか？今これタイムラグがあって、あ、そうですよね、こっちに、あ、来ました、これね、フレッシュスクールっていうのが、カリプソの早川さんという方がやっておりまして、東京の方で。へー、で、まあ、その最近だと山猫シャンプーとか山猫トリートメントって作ってる方なんですけど、はい、その方がですね、今回、まあ、北京行ったのを皮切りにちょっと呼んでいただきまして、12月の9日、うん、12月の9日に、うん、表参道の1階がね、多分シャネルかな、シャネルのショールーム、ショールームっていうかシャネルのテナントが入ってるところの4階のね、バーのスモークっていうところで一応やる予定です。12月の9日の火曜日に、火曜日だ、まあ、ヘアのなんかカット、進化値カットみたいのをちょっとできたらいいかななんて思って、まあ、一応予定でそういう形ではあるんで、もし気になる方は、まあ、気になる方っていうのは最初で最後かもしれないので、絶対皆さん来てください、うん、フレッシュスクールに来てください。それお願いします。あ、行くの？お願いします。行くの？僕も行きます。いや、それで今、部屋を2人で泊まるの気持ち悪いなと思って、ちょっとどういうことですか？それを別に撮るか迷ってんですよね。あ、これ言えば今、今スマートフォンアプリ結構ですね、実はすごいクリエイターの人ばっかりなんですよ、この、これに参加されてる。見たことある人もいる。カリプソの、このフレッシュスクールっていうのには本当に日本のクリエイターがたくさん集まってて、美容師さんだけじゃなくてですね、まあ、そういう方が集まってる、まあ、イベントというか、まあ、そういうような形で、まあ、これね、分かる方は分かるかもしれないですけど、そういうことばっかりなんですよ本当に。その中に僕入れさせていただいてちょっと申し訳ないなと思うんですけど、うん、本当だ、なんか一人だけ顔色悪いもん。そうですね、確かに。いいことに気づきましたね。そう、加工してしまったんですけど。そこを突っ込むね。そう、でもすごい、北海道から、うん、はい、東京へ進出して、はい、本当にどこまで行っちゃうんだろうって僕いつも。どこまでも行かないですよ、そんなに。本当寂しくなるな。そんな、来月からガクさん一緒に行きましょう。え、どこに？一緒に東京、はい、3人でいいですか？いや、僕ね、正直ね、この、まあ、はい、ガクさんこそクリエイターだと思うんですよ、これ、日曜大工の R628 ガクで、まあ、札幌で、まあ、今これ活動してるんですけど、いや、いいですね、よし、そんな、ね、でもね、いや、もうこれは、本当ね、ダメです、言わないと、ほんとね、ここの美容室自体もでも変なんですよ。変っていうよりも、この彼自体がクリエイターなんですね、本当に、はい、だから、IT 美容師っていう形でこれから日本の美容師界を、まあ、引っ張っていけるぐらいの IT 知識があるんですよ。で、北海道のそういうレジャーのですね、はい、遊ぼう北海道、遊ぼう北海道見てください、そういうサイトとか、はい、遊ぼう北海道、そう、北海道、それを見ればね、北海道の大体観光スポットが全てわかります、はい、子供と行くね。そうでもね、彼こそ本当のクリエイターだと思うんで、はい、僕なんかよりもこのガクさんがもっとわーって言っちゃっていいんじゃないかなと思うんですよ。そういう番組じゃないから、これそういう番組。いや、もうこれはやっぱりでも伝えないと、事実ですから、でしょ、はい、そう思うよね。ここはもう早まかし、僕なんかもう鼻くそですもん。僕今もうおなら我慢してるんですよ、ずっとおならしたくてさっきから、はい、カレーが、まあそういう感じで、はい、で、そのクリエイターのイベントも含めて、はい、まあ、早まかしのブログには全て掲載されているということで、そうですね、アメーバブログを見ていただければ、はい、はいはい、僕のくったらないブログがありますんで、はい、そちらの方を、はい、ね、できればシェアとかしていただいて、少しでも皆さん来ていただければなと思っておりますので、はいはい、お願いいたします。お願いします。サイモン含めてよろしくお願いします、はい、僕も一応、ブログの方やらせていただいてますので、ね、最近すごい、はい、ね、今月から。でもあれリンク集みたいな感じだよね。まあそうなんですよね。手抜きじゃねえか。バレました。手抜きだろ。やっぱりバレてましたね。手抜きだ。いや、そうなんですよ。でもいい、まあまあ、でもちょっと自分の、うん、まあ、あれも入れつつ、思いも入れて、まあ、8割リンクなんですけど。そうそう、見てる、はい、まあ、ぜひよかったら、はい、早まかしサイモン、サイモトで入ってますので検索してください、はい、絶対見ない、はい、絶対いいねつけない。バレてたか。終わりたいと思います。、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。CM に入ります。はい、おー、いいな。
これ高いんですか？値段はそのネット通販サイトに載ってるんですか？出てますよ、うん。Thank you.
はい、こんばんは。低いですか？よく言われるんですけどね、テンションは低くないです、大丈夫ですよ。今日もノープランで、このコーナー始まりましたけれども、今日もちょっと森さんにお手伝いいただいてですね。はい、お手伝いします。はい、なんかメロディーを醸し出しつつそれを曲にしていこうかなと思っております。はい、はい。どうですかね、最近暑いですよね。暑いですね、でもね、さっき見たら19度になってました。あ、昼との差がちょっとしゃれないですよね。あと iPhone の温度計あんまり当てない、なんないですよね。ないですよね。あまり言っていいのかよく分からないですけどね。はい、意外とそうですね、お天気も微妙なところですけれどもね。はい、まあ、どういうシステムになってるのかよく分からないですけど ね、はい、全然違いますもんね。全然違いますね。はい、で話題も全然違うので戻しますか。はい、はいはい、ということで、まあ、夏なので、はい、ちょっと夏らしいメロディーとか、はい、なんか、まあ、メロディーというか夏らしい言葉でも、夏らしい言葉、好きな言葉とかなんかないですか。花火。あ、花火ね、いいね。浴衣。浴衣、なるほど。それぐらいこう短いフレーズの方がいい。いや、長くてもいいですよ。長い方がいいんじゃないですか。あんまり短くてもつまんないですよね。冷やしラーメン始めましたまたラーメンだラーメンラーメンに行きましたねいや、ラーメンでもいいですよいや、夏といえばほら張ってるじゃないですか。ああ、そうですね、まあ、じゃあ冷やしラーメン始めましたをメロディーにして本当ですか、いただきますかできるんですね。いや、わかんないです。私が歌わなきゃいけないから。はい、そうですよ。あ長いよね。長いよね。アップテンポ。まあ、アップテンポ。テンポを変えるのは私ですけどね。そうですよね。そうですね。あ、じゃあ私は別になんかテンポしなくてもいい。そうですね。フレーズを考えていただいて。なんだろう。ちょっと音楽止めていただけますか。あ、そうですね。思いつかないですよね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。なんでもいいですよ。ドレミファソラシドだけ鳴らしますか。どうしよう。いや、もう本当に何でもいいですよ。何でもいいです。何でもいいんだよね。最近のいつもの感じで思いつきでいいです。どうしよう。冷やしラーメン始めましたですよね。それやめようよ。あ、変えます。変えますか。なんか期待されてた。もうそれでそれなってた。それだと思ってましたけど、いや違ってもいいですよ。うんうんうん。じゃあ夏といえば花火、海。花火。浴衣に花火。浴衣に花火。浴衣に花火。花火、詩の方がいいですよね。そうですか。まあね、得意なんですけどね。はい。うん。浴衣に花火。浴衣に花火、赤い下駄。浴衣に花火、赤い下駄。赤い下駄。わかりました。はい、覚えられるかな。浴衣に花火、赤い下駄ですね。はい。いいですよ。はい。音程入れてください。うわ、うわ、これが苦手だ。浴衣に花火、赤い下駄。ちょっと。こんな感じですかね。そうかな。浴衣に花火、赤い下駄でいいですか。うん、ですかね。なんか違います。でもいい。いや、いいですよ、書いてみますよ。浴衣に花火、赤い下駄ですよ。そんな感じかな。はいはい、すごいね、長谷川さんに物を申してる私まあ F キーですかね。ちょっと歌ってみてください忘れそう。浴衣に花火、赤い下駄。その点、その間ですか。はい。いいですよ。うん。3、4
浴衣、いいですよ。浴衣に花火赤い下駄。ああ、そんな感じですね。まあちょっと明るめですね、はい、浴衣に花火赤い下駄、はい、じゃあ浴衣に花火赤い下駄、浴衣に花火赤い下駄、ちょっと連続で歌ってみてください。浴衣に花火赤い下駄、浴衣に花火赤い下駄、浴衣に花火赤い下駄、浴衣に花火赤い下駄。こんな感じですかね。できちゃった、はい、うん、ちょっと明るめになりましたね今日は、はい、うん、まあ、例えばっていう感じですけどね、はい、違うコードでもいけるんですけどね、まあ、例えばっていう感じにしました。なんかもうちょっとやってみます、まあ、メロディーなんかこう、はい、長いメロディーでもいいですよ。長いメロディー、うん、そうですね。浴衣に花火赤い下駄、なんかの詩を借りますか、うん、ポイントたまる使えるその辺のネタ使えますか。いやいやいや、どうですかね。え、今のと全然こう関係なくてもいい。あ、関係なくてもいいですよ。関係なくてもいいですよ。全然いいですよ。はい。スルスル馴染んでしっかり保湿。はい、じゃあそれでいきましょう。それでいきましょう。そうですか。いいですよ。いいですよ。だってここに書いてあるんだもん。いいですよ。何でもいいです。あ、それ歌うんだよね。歌うんだそれ。何でもいいです。歌うの？歌ってください。このスルスル馴染んでしっかり保湿ですよ。そうです。何気ないネタが面白いと思います。いやスルスル馴染んで、スル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 、もうやだな、もう自分で言ったのに歌うんかいみたいになって、スルスル馴染んでしっかり保湿あ、二つですね、音は。そうです。スルスル馴染んでしっかり保湿ですか。つながってきそうでやだ。終わってない。浴衣に花火赤い下駄が良かったな。まあそうですね、これだったら2つなんで何でもいけますけどね。スルスル馴染んでしっかり保湿っていう感じですね。かっこいい。スルスル馴染んでしっかり保湿とかですね。まあそうですね、まあ今ミとレの音なのでとりあえずシーキにしましたけど、そうですか。シーキじゃなくてもいいんですけどね。R シャンプーの曲とかを作ればいいんじゃないですか。R シャンプーの曲ですか、ね、R シャンプーっていうのを、はい、じゃあ R シャンプーだけこうメロディーつけてみますか。R シャンプー、はい、嬉しそうな、嬉しそうな、はい、R シャンプーだよね。それどっかで聞いたことありますけどね。ちょっともうちょっと違う方がいいんじゃないですかね。はい、まあ似たようにはなっちゃうんですけどね。そうでしょ、はい、何でもいいですけど、赤ちゃんから安心して使える R シャンプーだそうです。それ歌うの？ちょっと長いかもしれないですね。そう、赤ちゃん安心 R シャンプー。ありがとう。それ行こう、それ行こう。そうですね、まあ2つ3つぐらいの音程しかないですけどね。それでいきますか。赤ちゃん、いいですよ。赤ちゃん安心、
シャンプー、赤ちゃん安心R シャンプー、なんかさっきと同じ感じですね。もうちょっと、もうちょっと耳に入っちゃって、もうちょっと違う感じしましょうよ。同じ感じになっちゃいます。せっかくなんで、さっきのあのサウンドロゴみたいな感じでいいですか。赤ちゃん安心R シャンプー。いや同じですね。やばい、どうしよう、ね、どうしよう、長い、まあ、例えばサウンド、うーん、もうちょっとヒントをちょうだい。例えばサウンドロゴ R シャンプーだけだったら、うん、R シャンプーとかみたいな感じです。サウンドロゴ系です。なるほど、そこにつなげるみたいな感じです。赤ちゃん安心、例えば、まあ、今だったら R シャンプーですね。終わりはこうです。じゃあ僕がやってみますか。はい、お願いします。いや僕がやっちゃうと散々やったのに、だから誰かがやったものにやっぱつけるっていう方が面白いじゃないですか。僕が考えちゃうとただ僕が考えてるネタになっちゃうので、まあまあでもちょっと難しそうなので、はい、例えば雰囲気的ですよ、はい、例えば、はい、赤ちゃん安心かっこいい R シャンプーみたいな感じとかこんな感じだったらこう、それはね私からはね生み出せないCM っぽくなりますよね。そうですね、多分そんな感じじゃないですかね。かっこよく、かっこよくですか、あの言葉的になんかこうかわいく、僕が言ったらかわいくなるというのは難しいですけどメロディーで最後の R シャンプーはそのままですか。あ、そのままで。うん、そうですね、可愛くっていうの難しいですね。まあ、キー上げてもいいですけど、でもキー上げてもまあメロディーラインって変わらないので、声が高い方が可愛く聞こえるんですけどね。僕は無理ですそれは。うん、そうですね、赤ちゃんごめんなさい、赤ちゃん安心R シャンプーですかね。赤ちゃんかわいい、赤ちゃんかわいいじゃねえ、赤ちゃん安心R シャンプーこんな感じですかね。どうですか。いい感じですか。いい感じです、はい、すごい、まあ、サウンドロゴみたいな感じですね、こういうのは、はい、面白い、まあ、CM ってこう分かりやすい方がいいの で、ね、ポンポンとこう言った方がリズムも分かりやすいですよね。ハサミハサミですか。ま、いやできるんじゃないですか。あのちょっとじゃあ次回までになんか言葉考えていただいて、それで作ってみるのもいいかもしれないですね。はい、そっか、それぞれの CM を作る。うん、まあそれでもいいですけどね。作る、いい、うん、いいじゃないですか。そしてそれを使う、いいと思いますよ。それもいいですね。いいね、番組の中で作って変える、いいじゃん。あのあれ、次回はゲストがいたような気がしますね。じゃあ次のネタの時ですか、はい、やりますか。そうですね、はい、はい、はい、ね、はい、はい、ということで、はい、今日はサウンドロゴになりましたけれどもまあ音楽って楽しいんじゃないかなということで、ね、楽しいです、冷や汗も出ましたけど、はいでも本当に思いつきのメロディー、皆さんあのふっと思ったものをこう何かに録音しておくと、こうやって、うん、ちょっとしたコードつけるだけでもう曲になっちゃうので、はい、うん、思いつきのメロディーって何でもいいんでこう録音しておいたりするといいかもしれないですね、はい、はい、ということで、はい、今日の
コーナー終わらせていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。違う。はい。お、ご主人どうも。こんにちは、いらっしゃいませ。そろそろ番組はエンディングになってまいりました。今日も少し時間をしましたけれども無事に終了できそうです。次回の放送はもう8月なんですね。8月の16日、毎月第3土曜日の夜8時からぐらいからの放送になっております。90分ほどの放送となっていますので、また来月もぜひご覧いただければと思います。そろそろ暑くなってきました。熱射病とかも流行ってきますので水分補給をきちんとしていただいて皆さん元気に夏を乗り切ってください。それではまた来月お目にかかります。はい、そして一つお知らせがございました。忘れするお題もすいません、噛みました。ですね、今日なんですけれども今日の夕方、札幌サウンドストリーム TV の番組のホームページが新しく開設されました。わー今まで札幌サウンドの、ユーストリームのスタジオのサイトはあったんですが、番組単体のサイトが新しくできましたので、そちらの方に歴代のゲストも出ておりますのでぜひご参照いただければと思います。はい、ちゃんと伝えました。はい、それでは今日もありがとうございました。はい、失礼します。